なあ。ああ、よう、マブチ。待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの？うん。蝶はどこだ？この建物にいる。今んとこはな。は？今んとこ？もうあの世に生きかけてる。なんだと？よう、わしらも手貸そうか、マブちゃん。いいえ、結構です、石尾田さん。我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ、それだけわかってりゃ十分だ。そう邪険にしないでください。カスが一番やな、踊れが。初対面で慣れ慣れしいな。あんたは荒川真澄っちゅう新参に椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。何？おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭。大工がちゃかぶっ放した男や。それが今じゃピンピンしとる。はあ、わしら大工の隠し事を見てもたんかもしれんの。カスガ、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人、元ボクサーってやつか。確かにいい堅いしてんな。お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？ずいぶん気持たせるんだな。早く殺してくださいだ。魂のように切り刻んでやるよ。私の番ですね。なめんなよ。やめろ。やろうぜ。ふっくら切ってほしい。舐めないでくれる。私が相手です。あっち来い。俺は来いよ。やろうぜ。
これ。ありがとうよ。痛い目に合わせますよ。なめんなよ。さて、セールや。プレゼントだ。なめんなよ。よし、私が相手です。やんなめんなよ。どっから三十。かかってきなさい。よし、行こう。とっておきだ。よくでいいぞ。なめないでくれ。ほら来いよ。いい調子だ。行くぜ。苦しむがいい。してみろ。さあ覚悟しな。とっておき。私が相手です。行くよ。やんのか。じゃあ俺の番。見せてやるよ。なめないで。社長パワーだ。食べに行きましょう。セーレア。ぶっ飛ばしてやる。してみろ。やるか。やってやる。かかってきなさい。くれ。なめんなよ。バリバリ行くよ。見てなさい。してやるのか。痛い目に遭わせます。やるぜ。とっておきだ。なめんな。プレゼントだ。私の番です。セーレア。さあ覚悟しな。ほら来いよ。とっておき。やんのか。回復。ありがとうございます。よっしゃ、俺の番。私が相手で。見せてやるよ。やってみろ。ぶっ飛ばしてやる。痛い目に合わせますよ。まずいですね。くらえ。やめなよ。俺の番か。やってやろう。手加減なしだ。上がってきなさい。私の番です。どっから来てほしいよ。なめんな。なめんなよ。これ使って。サンキュー。やってみろ。絶対負けない。問題出した。俺の番だな。じゃあ来い。よろしくないな。セーレア。やるか。セーレア。どうするかね。100万年早いんだ。強
食らった気がするぜ。女になっちゃった。さらに強くなれましたね。成長を感じます。余興は終わりだ。次はてめえらだ。ふらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。オウミの直れんなる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやで、あいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな、みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミジュルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。え？だから無茶しすぎなんだよ、お前は。もうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだから、その手伝わせてくれよ。ナンバー、ナンバー。なんちゃん、くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか。悪い、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いな、みんな。今日は俺の日だ。たく、まとめてやっとるわ。ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。成長？こういう風に合流するときはだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよそのお約束って。まあ俺も手ぶらじゃカッコつかないし、新しい技くらいは考えてきたぜ。うん、マジか。さて、やめるな。どうしたんや。プレゼントだ。俺の番だな。やんのか。よっしゃ。
私が相手です。これだ。ありがとうよ。俺の番。なめんなよ。ザコが。見てろよ。くそ。やんのか。でお返しや。私の番ですね。せー苦しむな。やるな。よし行くぞ。とっておきだ。私が相手で。ガンガン行こうぜ。やんのか。食べに行きましょう。逃げるなら今のうちだ。くらえ。俺でいいよ。考えちゃうぜ。やってみろ。痛い目に合わせますよ。とっておき。エンドレイスラー。やってやるよ。やるぞ。私が相手で。行くぜ。なめんなよ。逃げるなら今のうちだぞ。でお返しや。せー苦しむがいい。見せてやるよ。上がってきなさい。やんのか。社長か。よし来た。痛い目に合わせますよ。やってみろ。なめんなよ。遅い。なんてこらか。いい調子だな。してみ上がってきなさい。おれほら来いよ。ありがとう。食べに行きましょう。すごい。プレゼントだ。ほらやるぜ。じゃあこっておきだ。やってやるぞ。プレゼントだ。さてせーらー。やんのか。苦しむなら今のうちだ。これやるぞ。タイミングに合わせますよ。やってやる。なめんなよ。私が相手で。俺の番見せてやるよ。社長パワーで合わせますよ。私の番ですね。くらえ。プレゼントだ。どうするかね。ほら来いよ。逃げるなら今のうちだ。サンキュー。さて、せーらー。苦しみがやってやるぞ。俺の番だな。とっておきだ。私が相手で。全力で行くぞ。やってみろ。くらえ。プレゼントだ。逃げるな。逃げ痛い目に合わせますよ。なめんなよ。おれサンキュー。ん問題なし。ガンガンいっちゃうぜ。見てろよ。してみろ。私が相手で。ザコが。なんてブラブラか。ほらやるぜ。痛い目に合わせますよ。見せてやるよ。やめんな。プレゼントだ。食べに行きましょう。せーらー。苦しむがいい。
敵なし。よっしゃ、強くなったか。また強くなっちまったか。テンション上がりますね。やった、よっしゃ。お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？数えちゃいねえよなあ、ナンバー。あんたこの後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。あのよ、ん？こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか？ああ、当たり前だろ。連中だな。おお、ずいぶん上からじゃねえか。マジで、マジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけど、お前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。なあ、ええ、うん、春日君、こっち。誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただ春日君以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。そいつがあんたを助けてくれたってことか。まあね、と言いつつその人も近江連合なんだけど。名前は？聞いてない、教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。そういうこと。
お久しぶりです、兄貴。ミツ。てめえ、ミツ。おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんかわかりませんが、兄貴に比べりゃマシだと思いますよ。どうしてたんだ。俺、無所出てからわからねえことだらけだ。お前、最近大家さんとは。滅多には会えません。雲の上の人ですから、今のおやすさんは。そうらしいな。それでも俺は今も荒川組の組員です。近江連合にはなっちまいましたが。お前も近江なのか。長さんを助けたのは俺の独断です。バレりゃ始末されます。じゃあ俺とこうしてるのはやべえってことか。ええ、ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ兄貴のお耳に入れときたいことが。え？荒川のおやすさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って。これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。アンピン・リューマンはこれからどうなるんだ。春日君も結構酷なこと聞くね。まあうちのおかげでもうぐっちゃぐちゃだよ。肉の壁はすっかり穴だらけ。近江がその気できたらもう持たないね。そんなにひどいのか。ああ、すぐに立て直さなきゃマジで終わり。ところがボスがこんななりじゃねえ。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え？ハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。何よりも大事なのはうちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってこと。わかるでしょ。ああ、ハンピン・リューマンができた時の話は聞いた。でも今の俺にはそれを用意できるだけの力がない。もともと人をまとめんのは柄じゃない気してたんだけど、俺親父が先代だったからさ。ちょっと待てって。じゃあ次の総帥って誰か当てはいんのか。一人タフでずぶとそうなのがいる。春日君も知ってるよ。は？誰だよ。ソンヒさん。ソンヒってハンピン・リューマンのボスにコミジュルがか。今日まで狭い壁の中でリューマンとコミジュルは水と油だったけど、その壁が崩れそうな今、お互いに背中預けなきゃ自分たちの居場所は守れない。ああ、それが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね。仮にそうなったとしても偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど、ちょっと見えてきたぜ。おお、何が？孫悲がハンピン・リューマンを束ねりゃ、アジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんたは自分の部下だけじゃなくコミジュルの連中も助けてやりたいんだろ。春日君ってさ、野暮なことまで全部口にしちゃうのな。あんたいいやつだよ。器もでけ。俺が見込んだ通り。だからやめろって。でもまあ偉人さんはお前らに大きな借りができたよ。
清流会も感謝してると思うね。清流会か。なら、あの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかな。え？貸しを取り立てるって？だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。あの人には聞きてえことがある。今の俺らになら話してもらえそうな気がするんだけど、あんたどう思うよ？おいけると思うね。案外抜け目ないじゃん春日くん。じゃくれぐれも星野会長によろしく。